人を迎える心構えは、ゲストの心情を知る。心情国語の問題みたいな心理戦。でも私は今回、ね、はい、このルリコさんの心情を知ろうと思っていろいろ調べていたところ、何ですか、5ヶ月ぐらい前にあなた YouTube 始められましたね。占い師さん。ゲストに優しくする。お、今トイレ大丈夫ですか。かわいい四字熟語、自分が可愛いと思う四字熟語をひねり出しましょう。起承転結、爆発事故。